総合市民センターの桜の木です。今日は令和3年3月29日月曜日です。素晴らしい桜の木です。切って取り切れない。ここの長後の市民センターは学校があったというふうに地元のもう亡くなっちゃったおじいちゃんから聞いたんですけども、学校がもともと学校があってその後にこの市民センターができたそうなんですけども、昭和31年にすごいですよね。昭和31年に植えられた桜の木です。何歳でしょう。後で計算してみたいと思います。すごい大きい、本当に今日最高ですね。今日逃したら雨とか降っちゃったらアウト。まだ花びらも散ってないです。花びらもね、あんまり散ってないです。の花見日和です。ここでお弁当を食べたいぐらいですね。誰もいません。今日月曜日です。ここでお弁当食べていいのかな。ちょっと芝生になってますね。はい、まあ、今こんなことやってるのは私だけなんですけども、ちょっと市民センターに来たので撮ってみました。最高の長後市民センターの桜でした。素晴らしい。この1本だけのこの存在感すごいですね。ここまで下がってやっと全体が入るっていう、大きいです。ありがとうございました。桜さんありがとう。いや、これはずっと見てたいですね。はい、それじゃあ失礼します。